Sí, ahora le vamos a pedir al honorable congresista de la Cámara de Representantes de Japón, Yoshiharu Asakawa, que nos haga el favor de narrar su propia experiencia. Él fue testigo de un avistamiento y él ha sido un congresista que ha estado empujando, tratando de empujar en Japón, pues a esta realidad, especialmente en el Congreso. Adelante.皆さんこんにちは。日本の横浜から参りました衆議院議員の浅川義治と申します。今日はこの権威あるメキシコの下院議会公聴会の陳述人としてお招きをいただきました。大変光栄に思っております。議長、副議長をはじめ、各議員、そして関係者の皆様、そしてこれまでジャーナリストとして信念を貫かれてこられました、亀井真央さんに感謝を申し上げます。どうもありがとうございます。10日の日に、メキシコに参りました。このメキシコに来て、2つ知りました。1つは皆さん本当に明るくていい方です、タクシーの運転手さん。 We are not translating. No estamos traduciendo. Un momento, por favor. まずは皆さん本当に明るく朗らかでいい方で親切でした。そして2つ目は食事がどれもこれも美味しくて、日本でタコスというと硬いチップを思い浮かべるんですが、ここメキシコに来てタコスというのは柔らかいものもあるということを知りました。そしてほんのちょっと残念だったのは酸素が薄くて少し歩いただけでも息が切れてしまうということです。私は衆議院議員として1年半ほど国会で UAP の質問をしています。今日は UAP を UFO と置き換えて同じ意味でお話をいたします。私が国会でUAP のことを取り上げてきたのは、もしそれが他国の最新兵器や偵察機であった場合どうするのか、いわゆる安全保障上の危機感からです。今映し出されているスクリーンに映し出されている写真は私が国会で質問をしている時の写真で、左端で立っているのが私、浅川義治です。次の2枚目の写真は NASA のネルソン長官が国会に来られた時のものです。 UAP についても質問をしました。ネルソン長官からは今年の夏までに NASA として UAP が何であるかという回答を出すと言われていました。私は天文少年でした。カール・セーガン博士のような天文学者になるのが夢でした。現在私は55歳です。
子どもの頃から日本の UFO の第一人者である矢追純一さんの UFO 番組を見ていました。中学生の時には私は初めて明確に UFO を見ました。横浜市金沢区高船台という私が以前住んでいた自宅の前で日没後の西の空に異様な物体が浮いていることに気がつきました。天体望遠鏡のサブスコープで見ると黒いいくつも角のある不規則な形の物体に10個ほどのさまざまな色がついていました。月くらいの四直径でした。四直径というのは見かけの大きさが月と同じぐらいだったということです。ほとんど動かず親や近所の人にも声をかけてしばらく見ていました。だんだんと黒い物体が分裂し4つに分かれました。そして離れながら西の空に沈んでいき見えなくなりました。どう考えても飛行機やヘリコプターあるいは風船ではありませんでした。そして何よりも不思議だったのは夕日が沈んだ後ですが高さがありますので物体が何らか夕日に照らされていてもよかったのに全く照らされず真っ黒だったということです。次に私が UFO の問題が大きな政治問題だと確信した出来事をお話します。1986年の11月、多くの方がご存知だと思いますが日本の日航ジャンボ機 UFO 遭遇事件の報道で結果として木星の見間違いだったというふうに結論付けられて日本では報道されました。これには大きな疑問を抱きました。その頃から UFO には政治的な何らかの問題があると考えるようになりました。一方私は天文少年でしたので今も科学的に物事を見たり考えたりしています。それでも私は UFO が地球外から来た人工知能を搭載した探査機あるいは時間の尺度が地球生物と大きく異なる生命体が乗り込んでいる乗り物いわゆる一般的に UFO という可能性はゼロではないと思っています。しかしそのような証拠を私は手にしていません。 UFO が宇宙人の乗り物という説で国会では質問がとてもできません。アメリカでは下院議会で公聴会も開かれデビッド・グルーシュ元空軍少佐は墜落した UFO とか非人類の乗組員という証言もされましたが日本でそのような話をするとオカルトの話になってしまいます。しかし日本の政府も UFO 情報が何もないとは思っておりません。何度か私は国会で質問をしております。この UFO、UAP の問題大きく分けて4つあります。一つは先ほど申し上げました安全保障上の問題、航空安全上の問題、そして情報公開の問題もあります。3つ目には科学的な研究課題として大きく残ります。そして4つ目は人権を損なわれる UFO の話をすることで仲間外れにされる、そういったことが日本ではよくあります。最初の安全保障上の問題は日本の自衛隊の力を伸ばしていかなければいけない、そういった議論がありますが目先3年ないし5年そういったスパンで考えられています。しかし私は10年20年先まで考えて研究をしなければならないと進言をしております。それは最新兵器だった場合日本の近隣諸国の
最新兵器だったときにどうするのかという点もあります。また日本はアメリカと日米安全保障条約が結ばれて日米同盟の国であります。つい先日アメリカは日本の上空に UAP が多数あると発表いたしました。ホットスポットになっていると発表したのです。しかし日本の政府は何も国会に情報開示をいたしません。自衛隊が独自で得られた情報があっても公表すべきではないものは公表しなくていいというのが今の日本の政府のスタンスです。私はアメリカがこの UAP の情報公開が進んできたのは、民主主義は情報がすべてです。自由と情報があって民主主義が成り立つ。アメリカの議会がこの UAP の問題、これまでも長く議論されてきたと思いますが、今ここで情報開示をしなければということで法律を制定したと考えております。2番目の科学的な研究課題につきましては、日本の文部科学省に質問をしました。既存の原理で物体が動くこと以外、空中に浮遊するようなことは確認できていないという答弁です。しかし日本の民間企業ですが、宇宙開発に携わっていた研究員の方が重力に反する動きをする原理を考えました。実はアメリカの国防総省とも情報交換を行っているということですが、日本の政府は情報交換を行っておりません。もしかしたら重力に逆らう原理が日本の研究者の発案でできているかもしれないということを皆さんに今日はご紹介もしたいと思いました。アメリカの国防総省の DARPA という研究開発の組織があるかと思いますが、そこでは重力に反する動きを研究することがすでに行われているといいます。もしも人類が重力に反する動きをする原理を持っていたらと考えると、これは多くの科学者にとってどうして秘密にされているのかという疑問になると思います。そして4つ目の課題です。 UFO を目撃したことを報告することによって不利益を被る人がたくさんいます。日本の航空会社のパイロットたちが UFO を目撃したということを会社に報告したことで地上職の勤務にさせられてたという話がよく聞かれました。さすがに今はそのようなことはないということを政府から回答いただいておりますが、私自身も UFO の目撃あるいはそれ以外の不思議な現象について話をすることによっていわゆる仲間外れにされておりました。モンサンさんも大変だったと私は思っております。 UFO の問題は民主主義の前提である情報開示と密接に関係があることは先ほども申し上げました。想定外の最新兵器であった場合、国防上の観点から事前に最大限情報を収集し対応しなければなりません。残念ながら UAP の問題は私の所属する日本維新の会を含め日本の国会に議席を持つ政党のどこも政策としては掲げておりません。しかしだからこそ私は想定外を想定するために UFO 問題に取り組んでいきたいと考えております。そして政府が情報公開をすることによってより国民から信用が増し、そして強い信頼がされるようになると確信をしております。2023年4月14日日本の衆議院安全保障委員会、私の質疑で防衛省の高官である大和参考人が
概要以下のように述べました。 UAP の記録が防衛省にあるかないか、防衛省の情報収集能力を明らかにすることになるので答えられない。ただいろいろな情報を収集しております。当該の情報についてその後に収集された情報などと照らし合わせて、その過程でこれは国民の皆様にちゃんとご説明する必要があるというものが出てくれば、それは公表するということはあり得るということです。したがってこれまで公表していなかったからといってずっと永遠に公表されないんだということでは必ずしもないということであります。この大和参考人の答弁というのは、私は国会質疑の中で一歩も二歩も進んだと考えております。日本でもこの UAP の問題についての情報開示がもうしばらくしたらあるのではないかと思っております。今後も今日このメキシコでの公聴会での参加をきっかけとして、昨日から今日出席されている多くの陳述人、そして関係者の皆さんと交流を図らせていただいております。この UAP の問題は世界共通の課題だと私は考えております。そして世界の壁を低くしていくことのできる問題でもあると考えております。ぜひ多くの皆様にもご理解いただき、そしてメキシコが UAP の先進国になることを期待して、私の陳述を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。